あの最近試験的に短い動画を撮るってことをやってるんですけど、あの面白いんで、あの小野田さんにこういう風にやりますよってことをですね見ていただきながら簡単にやります。あのバルコニー付きの船のご紹介をしますね。こういう風にこう鍵があるんですけど、これで閉まってる状態、オープンってやるとこれで、ね、開いてるらしいんですけど、ここに日本語での解説も書いてあります。ちょっと開けますね。そう、これスモークガラスになってね、こんな感じなんですけど、まあそんなにすごい広くはないけどね、こういうのがあの、まあ、いわゆる客船のバルコニーですよ。で、まあ、外からの、ね、こう風が吹き込んできますんで、これ窓を開けっぱなしにすると中がこう塩でベタベタになっちゃうから、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないですよね。まあ、そんな感じです。で下を見るとあのこれもまたちょっと塩が、ね、ベタベタついてますけど、あのこういう風にこう下も見えて、ただあのこっちにお隣の客室とかもありますんでね、あのこの船に関してはあの隣の客室から乗り出すと見えちゃいますから、まぁ、あ、ちょっとあのあんまりね、あのこう乗り出しすぎない方がいいかもしれません。まぁ、あ、ここはあのこの部屋はスリッパとかついてないんで、このまんまであの行ったりとかするみたいですけど、ちょっとね扉も重いんですけど、まぁ、あ、これであの開けたまんまで、ね、外からのこう風が吹き込んだりとかするのを、まあ、見ても面白いかなと思います。面白いっていうか、こう涼しくね、そのまんま昨日寝てみたりとかもしましたが、ここがそうするとやっぱねベタベタになっちゃうんですね。それがちょっとこうあのベランダ付きの船の、まあ、短所かなと思いましたが、まぁ、あの掃除に任せてしまうというそういう手ももしかしたら、まあ、あるのかもしれません。まぁ、あ、ベランダのご紹介ではだいたいこんな感じなんですが、まぁ、あ、良ければあの豪華客船、まぁ、あ、豪華じゃないのかもしれませんけどね、こういうあのクルーズ船の動画の長いの出してますから見てみてください。まあこんな感じで向こうにもね、たまにこう船が見えるわなんて言って、こうたまにそしたら向こうに見えたものをベランダに行って見たりとか、ここで朝ごはんをねこう持ってきて運び出してお茶飲んで食べれる、そういうのもねあの楽しみの一つだと思います。じゃあ、こんな感じです。ありがとうございました。